いいなぁ、ショートポールでエクササイズ。はい、お願いします。ちょっと待ってね、もうちょい前出てこれねえかな。はい、もう一回。はい、よろしくお願いします。ちょっと待ってください。うん、カリン良くなってきたよ。そんなスキーずらすな。はい、三浦さん。はい、三浦さん、ちょっと待ってください。そう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 、ほい、オーケー。はい、はい、立ち上がって、ほら、この開くのやめた方がいいな。中島さん、次30番井上です、お願いします。はい、井上さん、 OK、 どうぞ。22番伊藤です。ちょっと待ってくださいね。立ち上がって OK。はい、オッケー。お願いします。はい、ちょっと待ってください。はい、太田さん。よろしくお願いします。そう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 。はい、ちょっと待ってください。はい、市川さんはとにかくターンやめる方にしっかり力を使ってください。ターンをやめる方に力を使う、あとは上半身しっかり起こしていってみてください。はい、ちょっと待ってください。はい、オッケー。はーい、近さ、姿勢が悪い、姿勢が頭前出てきちゃうもんな。はい、オッケー。しっかり起こすように意識してください。やめる。はい、ミーナ。そう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 。はい、オッケー。はい、ちょっと待ってください。はい、三浦さん、オッケー。そしたらさ、さっきあのストック持たなかったエクササイズあるじゃん。あれ一本やってこい、二人とも。で、内足しっかり使って。ストック下置いてって。ブラシ。いいです、いいです。ちょっと待っててください。やっぱりもう一個早くじわーっとやめていく。で、やめていってる時も、はい、ちょっと待ってください。やめていってる時もスキーって横に絶対進むんですよ。
なんですけど、結構自分が動きやすい場所に来るまで結局結構ガマッと合ってくるもんなんですよ、はい、なんで多分その感覚がまだ今ちょっとつかみきれてないだけで、多分分かればなんてことないんですよこれって。はい、ちょっと待ってください。方向合ってます。方向合ってるんですけど、それが急激なんですよすごく。だからそれはじわーっとやめていく、じわーっと。はい、お願いします。はい、太田さん、せーの、やめていく。そう、井上です、お願いします。はい、井上さん、 OK、 どうぞ。向ける感じは出てるんだけど、体は傾けちゃダメなんだな。内に入っていかないように。井上さん、木村です、お願いします。はい、ちょっと待ってください。そう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 、はい、木村さん、OK。 これで内に傾かなければいいな。はい、ミーナスラローム。カリン、ちょっと待っててね。ほら、上に抜けなくなった。まだ閉めてくるか。なんでお前またぐんだよ。はい、はい、そう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 。お、カリンちょっと良くなったよ。お、カリンちょっと分かってきたな。はい、ミーナ、お願いします。いいじゃん、オッケーオッケー。はい、カリンよ。はい、カリン。太田です、お願いします。はい、太田さん、ここちょっと一本ビデオ撮ります。大げさにやってみてください。はい、待ってください、ビデオ撮ってます。はい、オッケー、ビデオ撮ります。三浦さん、そう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 、はい、オッケー、はい、吉野さん、オッケー、ビデオ撮ります。吉野さん、30番です。何ですか。はい、ちょっと待っててください。今ビデオ撮ってます。
はい、井上さん、オッケー。前後差しっかりなくしてください。お、左側ですからな。でもさっきよりいいな。お願いします。はい、ちょっと待ってください。そう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 。そして、そう。はい、オッケー、ビデオ撮ります。お願いします。はい、井上さん、ちょっと待ってください。腰高は良かったです、今は。はい、はい、オッケー、ちょっと待ってください。あー、ほら、左側すぐの時寄ってっちゃうんだよな。こっちはいい、まだ。ほら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 、はい、いいよ。スピード出して滑ってきてね。お、そう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 。うん、出してくんのが遅いな、次のが。はい、オッケーよ。はい、オッケー。もっと早く滑れ、ビューンと。オッケー、ロングで来る？はい。いいよ、オッケー。次の腰、次の手が出てくるのがちょっと遅いんですよね。もうちょい、もうだいぶ早く出してくる気持ちでやりましょう。もっと早くてもいいぐらい。さっきよりいいな。こっちいいね。もう全然左外側から右。ちょっと待ってください。そう。はい、次は、うんうん、左足で、左手で払うと。は
はいはいはい、こっちはそれでもまだ入っていけるんだ、うんうんうん、その逆が全くですよ姿勢ができてないんで、そうだからそれが最初に僕やった逆ひねりの姿勢なんですよね。そうでも今やろうとしてました合ってる、やろうとしてることは合ってるので、うん、はい、それとにかく何回もやりましょう、はい、で逆ひねりの感じも少し出てきてるので、はい、いいですいいです、はい、もう一回、はい、はい、2、な出す、出す、よし、借りんよ、出す出す、そうね、ポールの内側に入っていきたいですね。当たる瞬間に次の手が出てくる感じがもっともっと早く出てくると体がもっと下に向くかなと思いますね。いいですよ、自身のペースで、はい。